はい、皆さんどうもこんにちは、サイクルボーイズの森くんです。さあ今日はですね、ちょっと皆さんに紹介したいものがあります。まず皆さん、サイクリングするとかでアンダーウェアって着たりしますか？まあ、着る人着ない人どちらもいると思うんですけど、まあ、僕は着ることをおすすめしている人になります。ただ何かと専用品って高いじゃないですか。サイクルジャージもしかりで、上下合わせたらまあ2万なし3万円近くいくじゃないですか。何もかも専用品って非常に高いんですけど、じゃあ何かに代用したいなとかいう方ってあるじゃないですか。今回アウトドア系のメーカーが出していたアンダーウェアと、もうほとんど装飾ないようなものを今回紹介していきたいと思います。それが本日紹介するのはこちらになります。トップバリューさんから発売されているボディスイッチシリーズのスリーブレスシャツ、今回はこれは森くんから紹介していきたいと思います。はい、ということで冒頭で紹介した通り、このアンダーウェアの紹介にはなるんですけど、その前にアンダーウェアって必要なのっていうのが多分疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、僕が見て、アンダーウェアは必要だなって思うところは3つあります。まず1つ目、落車した時の怪我の度合いを軽減できるんですよ。ロードレースとかでもしかり、何か巻き込まれる事故とかで落車した時に肩とか背中とかですね、傷つけちゃった場合とかになると、どうしてもここって手が届きにくい場所なので治癒させるのが非常に大変なんですよ。でもこのアンダーウェアを着ていることによって、サイクルジャージ、アンダーウェア、自分の皮膚っていうこの3層ができるわけですよ。普通のサイクルジャージだと、サイクルジャージ1枚にその後すぐに皮膚が来るので、怪我っていうのはかなり損傷が激しくなってしまいます。なので1枚クッション材としてアンダーウェア着ておくと非常にいいかなと思います。で2つ目、アンダーウェアは汗対策に非常に必要だなって思います。これは過去の経験なんですけど、中低山山行って汗かきました、で日陰入って下ってる時に寒くなっちゃって筋肉が固まっちゃったんですよ。動かなくなっちゃって、で本来の力を発揮できなくなってしまうので、汗冷え対策に関しては非常に重要になります。これあるだけで次の場所、目的地行こうって休憩取った後でもすぐに動き出せます。これはサイクルジャージ1枚だけでは賄えない部分になります。例えばなんですけど、野球とかで使われるそんなぴったりフィットのアンダーウェアあるじゃないですか。ああいうのってすごい伸縮性に富んだりとか耐久性にはいいんですけど、まあ、ちょっと自転車やるのには不向きな部分があって、どうしても、汗を発散させるというのにはちょっと向かないのかなっていうのが感想になります。最後、日焼け対策は熱中症対策につながると僕は思います。なんでこれが日焼け対策、熱中症対策になるのって言ったら、夏場の日本っていうのは薄いジャージの方が流行ると思うんですけど、薄ければ薄いほど涼しいんですけど、その分地肌が透けやすいんですよね。ってことは日光が当たるってことは日焼けにつながってしまうので、これを1枚挟んでおくことによって多少の日焼けは軽減できるかなって思います。熱中症対策っていうのは水とかを頭からこうバーってかける人もいると思うんですけど、水を保水してくれるので、ずっと定期的にこう冷たい水蒸気を出してくれるので涼しいという感覚が長く続きます。熱中症対策や日焼け対策にも一つつながるかなって思います。さあということで、森くんおすすめのアンダーウェアなんですけど、上げていきましょう。こんな感じなんですね。これ本来はジムとかランニングとかで使う人たちのアンダーウェアになります。サイクルジャージ専用じゃないんですよ。後ろまで透けてると思うんですけど、ぶっちゃけこれ透けてても薄すぎず厚すぎずちょうどいいんですね。まあ、これ断面図見えるかな。厚みはそんなにないんですよね。薄めの方になります。クルーネックだとか、ここの細かい部分はさすがトップバリューブランド、日本のブランドだなと思います。ここをちゃんとほつれ防止のためになっております。アウトドアメーカーで販売している同じようなシャツと機能は一緒です。どういう機能っていう話なんですけど、まずは揮発性の方法が一緒なんですね。これスケスケになっている理由は、1枚1枚四角形ですね、ダイヤモンド型みたいな感じですかね、のような感じになってて、非常に伸びるんですよ。こう伸びが良かったりだとかでなります。なので肌に直接触れる面積が、1個の面積が少なくて吸収性が高いので、かなり揮発性はいいです。編み込み方法なんですけど、これは高級ジャージとほぼ同じです。アウトドアメーカーでミレさんっていう会社があるんですけど、ドライナミックメッシュっていう名目でこれは販売してるんですよ。全く同じなんですよ。編み込み方法もこれ一緒なんですよ。よく見てみると、これも同じように四角いのを開けてるんですよ。トップバリューのボディスイッチスリーブレスシャツは高級ウェアと同じような方法で作られているので、考え方も機能も全く一緒になります。これからちょっと外行ってですね、実際にライドをしてみて、
使ってみた感想をこれからしていきたいと思います。それじゃあ行ってきます。はい、ということでですね、背景変わってるんですけど、今は会社にいます。1ヶ月ぐらい使用していました、この最強のアンダーウェア。使ってみた感想、ゲリラ豪雨にあっても汗かいたとしても汗びやは非常にしにくかったです。やはりこういう風に説明しタイプなので、汗の吸収と揮発性が非常に高かったので、長時間のライドでも快適に過ごせました。僕は結構気に入ってます。まあ、ちょっと残念な点って言えば、ウェアの重量ですね。なんでウェザーの重さ気にするのって言った時に、これってジャージ自体ってこう肩からこう肩に引っ掛けるじゃないですか。まあ何でもかんでも服にそうなんですよ。乗っかるじゃないですか肩に。自転車ってこう前のめりになって肩ってやっぱ突っ張っちゃうんですよ。はい。なので重さによって肩が引っ張られる感じがしたので、まあそこはちょっと残念かなって思います。でも高級ウェアと装飾ない能力を味わえるのであれば、僕はこっちの方がいいかなって思います。はい。初心者中級者問わず皆さんにこのジャージはお勧めできるかと思います。値段もかなりお安く求められるし、イオンの店舗もしくはイオンのオンラインショッピングで購入ができる手軽さであれば、こっちの方がおすすめできます。皆さんもちょっとこういう風にメッシュタイプのインナーですね、夏問わず秋冬でも非常に活躍します。メッシュタイプっていうのは肌の保温性と、かつジャージですね、中裏起毛のやつって蒸れるじゃないですか。揮発性も非常に高いので僕はおすすめします。ということで、森くんがおすすめする汗びえ対策最強インナーでした。皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。またな。